見えてる時ですら観光っていうのをしたことなかったんで、なんかどこに何があってとかなんとなくは分かるんですけど。松本浩平さん、目に障害を負ってから3年ぶりのニュージーランドです。あんまりちゃんと見えないんで、傷んでるとかはちょっと本当にたまにとんでもなく腐ってるのと思ったりしてる時あるんで、外国だったら。ああそういうのもありますね。セランは見えないんで、目が見えた時の記憶で買ってるんですけど、先月から異国の地に一人で暮らし始めました。目指すのはもう一度あの舞台に立つことです。高校卒業後、単身で海外に渡り、ロンドンにあるサッカーの強豪チェルシーの下部組織から始まり、ニュージーランドなど多くのチームでプレーしました。そして2019年、クラブ世界一を決めるクラブワールドカップにオセアニア王者の一員として日本人唯一の出場を果たします。しかし納得のいくプレーができず、もう一度出場することを目指してニュージーランドでトレーニングをしていたその矢先のことでした。大きい長いチューブをこう壁にかけてこう引っ張って背中を鍛えるトレーニングをしているときに、このチューブを止めている金具が外れて、で引っ張った勢いでパチンコみたいな感じで飛んできた金具が右目に刺さって、でこっちに金具、こっちにチューブみたいな感じでやっちゃいました。日本に帰国し緊急手術をしましたが、右目の視力をほとんど失い、左目の視力も 0.01 以下に。松本さんが見ている世界を再現してみると、右目がほぼ真っ白で、左目もぼんやりと見える程度です。これまでと全く違う景色に、最初は歩くだけで転んだり、すぐに気分が悪くなったりしたといいます。大丈夫か、これ気持ち悪い。ちょっと来た、はい、医者からは再びサッカーをやることは無理だと言われましたが、それでも懸命のリハビリを続け、わずか4ヶ月でプレーできるようになりました。絶対にサッカーに復帰するためには早く手術してリハビリをするしかないんで、ポジションが右サイドバックっていうポジションで、こっちタッチラインなんで、って考えたら別に右目の視力いらないかなっていうふうに思って、左目があったらサッカーできるなっていうふうに思って今も続けてます。怪我をしても前を向き続けた松本さん、左目ですらボールがぼんやりとしか見えないため、以前より細かいプレーが難しくなったと感じ、克服するためにフットサルを始めました。さらに視界のハンデを補うため、目と脳のトレーニングも取り入れています。この目の障害のせいでハンディキャップあるかもしれないですけど、目を怪我する前からクラブワールドカップに出るっていう目標があって、目を怪我した今もそれは全く変わってないんで、その目標を達成できるようにするっていうのがやっぱり第一かなっていうふうに思ってます。今年およそ1年間所属したフットサルのチームを退団。海外でプロのサッカー選手として復帰するため、特別なトレーニングも始めました。ちなみに向こう向いてもらって、はい、それで、はい、どんな瞬間向こう。
ちがやっぱ弱いので、オセアニアに行ってもフィジカルで当たり負けないとか、ぶつかり合いっていうのがすごく日本よりも多いんで、そういったところでしっかりと勝てるようにしないと試合には出れないと思うんで、向こうに行ってしっかりと活躍するために今フィジカルの能力を高めていってるところです。すいませんやりますかできない死んじゃいます、ね、ちょっと障害を負ってから体にはこれまで以上に負荷がかかるようになり、日々のケアも欠かせません。このアキレス腱にちょっと炎症が起きてるんで、ちょっとその痛みを軽減させるために体外衝撃波っていう、ちょっと新しい治療になるんですけど、組織にダメージが起こってるところに逆に衝撃波を与えることで組織の修復を促したりだとか。目にやったら良くなったりしますか？目にやったら多分目つぶれてしまうと思うんでプロのサッカー選手の治療を担当する医師も、選手としての復帰は驚きだと話します。この目の状態でここまでプレーしてはるっていうのはどう感じる？正直ありえないと思ってて、ちょっと視野が欠けるだけで相当多分サッカーするって怖いと思うんですけど、彼はすごく何より前向きなんで、それが今の怖さであったりとか普通はありえない状況っていうのを可能にしてるんじゃないかなと、他のアスリートに教えてあげてるぐらい、すごい強靭なメンタルを持ってるなっていう感じです。そこが多分一番のストロングポイントだと。皮は食べるようになりましたね。皮にもすごい栄養があるっていう風に言われてるんで、ちょっと肩にチンするんですけど、なんか料理する上で苦労とかないですか？人参の皮を剥いてる時にどこまで剥けてるか分かんないんで、もう一生剥き続けてしまったりとかは前してたんですけど、今皮を食べるんで特にそんなに困ったこととかはないですかね。なんかこういう肉焼けてるかどうか分かりにくかったりするんですけど。食事は基本的に自炊するという松本さん。体作りのために調味料などを使わず、なるべく目にいい食材を摂るように心がけています。いや結構元からできないことだらけだったんですよ。でそれに、プラス1個目が見えないっていうのが増えたっていうだけなんで、なんかそのできないとこ補う作業っていうのは元からずっとしてきたことなんで、それが一つ増えたっていうぐらいの感覚でしかないですかね。やれることは何でもやる、障害を負っても変わらない松本さんの姿勢です。そんな姿を見て多くの人が海外への挑戦を後押ししています。これまで以上にサッカーに集中できるようにと、なんと10社以上がスポンサー契約などを結んでくれたのです。彼なんかももうね、ボールが見えないとかっていう環境下の中でも実際にこう
ボールをトラップして、ね、ボールをかけて戦っている姿っていうのはやっぱすごい勇気づけられるっていうところで、その選手に負けないとかっていう話じゃないですけど、やっぱりそういう姿勢を見て自分たちがまだまだ頑張れることとかできることあるよねっていうふうにすごい勇気づけられたので、サポートしていただいているおかげで今こうしてサッカーやフットサルに専念できているので、本当に一日でも早く結果を出してしっかりと恩返しをしたいなっていうふうには思ってます。そして目の怪我をしてから3年余り、かつて所属していたニュージーランドのチームに再び入団することが決まりました。出発の日、見送りに来ていたのは中学生の沖平大志さん。去年病気で視力が急激に悪くなり、自宅で塞ぎ込んでいる時に松本さんの存在を知ったといいます。まあ、最初は試合を見たんですけど、その時は普通に全然フットサルの選手の中でもめっちゃ上手い人だったんで、あれ目が悪くても全然できるってことを証明してくれたんで、僕にとってはかっこいい存在やし、尊敬できるような人で、なんかお手本みたいな存在です。そこから2人はリハビリやフットサルを一緒にするなどして交流するようになりました。彼もサッカー、フットサルを続けてて、将来はプロになってくれるって僕も信じてるんで、本当に僕自身が海外でプレーしてやることによって、目が見えなくてもこういったピッチで活躍できるんだよっていう姿を見せたいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。頑張ります。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。チームに入団すると、早速松本さんの姿はピッチにありました。全力で走り回り、海外の選手相手にも障害を感じさせないプレーを披露しました。復帰をするまでに3年以上時間がかかってしまったんですけど、その間もずっと変わらず自分のことを応援し続けてくださった方々がたくさんいてますし、そういった方々に自分がまたサッカー選手として公式戦のピッチに立っている姿を見せることができて本当に良かったなと思っています。プロのサッカー選手として結果を出して活躍することが、そういった方々への恩返しにもなると思うので、まずはこのチームでしっかりと視野に出て結果を出して、ここからしっかりと這い上がっていきたいと思います。再びクラブワールドカップに出場することを目指して、誰も見たことのない世界を突き進んでいきます。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。